はい、今日はスクスタのガチャやっていきたいと思います。テレビアニメ2期打ち上げフェス&パーティーステップアップガチャということで、フェスゲンがね、あのステップ3で出るので、これ結構ねお得なガチャだと思います。私も今ラブカースターを一生懸命集めてやっと900個になりましたので、それでは引いていきたいと思います。まず1回目いきましょう。最初は、2体のうち1枚が UR 確定ということです。さあ持ってないのがね出ると嬉しいんですけども、さあということで、海ちゃん嬉しいんだけども、これはね、完凸済みということになります。はい、では次2回目、次はパーティー限定 UR 確定ということで、これはあまり私聞いたことないので新規が出ると嬉しいんですけども、さあこちらは一番最後の一つが UR のようです。はい、これがマルのおすすめジュラン。やりました、新規出ましたね。花丸ちゃんの UR 来ました。嬉しいです。こちらですね。はい、おっと技がひらめきスキルが4つ付けられるんですね。はい、ということでこれ嬉しいですね。はい、それでは最後の1回いきましょう。フェスゲンはねダブ、おっと花火演出なんでダブってない可能性が高いんですけども、さあ何が出てくれるか。最後の一つがおっと途中に UR、 おっと2枚ですね、2枚出ました。さあこの1枚何が出るのか。おっとこれは持ってましたね。いつもあのゲットしたのか覚えてないんですけども、花丸ちゃん1枚、これは以前出たものでした。さあ最後の1枚、楽しみにしてたんだから私のこと早く連れて行ってよね。あ、これはニューですね。マキちゃんが来ました、嬉しい。そうですね、まず1枚ちょっと花丸ちゃんが来ました。はい、で、もう1枚がマキちゃんですね、こちらが来ました。なんか似たようなねカード前持ってたような気したんですけども、新規でしたね。ということでひらめきスクリー4つということで、こちらがね、フェスゲンの、ものになると思います。ということで、ラブカスター900個でね、引き終わりましたけども、これはかなりねお得なガチャと思いますので、もしね、引いてない方いましたら引いてみたらいかがでしょうか。ということで、今日のガチャ以上になります。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。